減量減量。私、中村美沙、16歳、美少女女子高生。現在、みんなに隠れて絶賛ダイエット中。そういえば、最近小泉さん、一段と綺麗になった気がする。ああ、なんかツヤツヤしてるよな。最近何か特別なことしてるでしょ。何でもいいから教えなさいよ。あ、やっぱりラーメン。はい、空いているカウンターへどうぞ。しかも立ち食い。こちらのお客さんも同じで。あ、うん、同じで。スープ全体に何かヒラヒラふわふわしたものが大量に浮いてんだけど。それは背脂です。背脂だと。最近はほぼ毎日これ、というか抜け出せない背脂スパイラルに入りました。どういうこと？怖いんだけど。今こんなの食べたらこれまでの努力が一瞬で無に。試しに一口だけなら。何これ、こんなラーメン初めて。もう一口だけ。やば、スルスル入ってく。止められない。やっちゃった。小泉、これ系のラーメン食べられる店って他にある？麺方、濃いめ、油多めで。かしこまりました。はい、油多めね。ギタギタ。止められない、罪の欲求。背脂中毒になる覚悟ありますか？背脂中毒は犯罪ではありません。回り続ける、車にはなり下がらない、平気うねじる天井を。減量減量。私、中村美沙、16歳、美少女女子高生。現在、みんなに隠れて絶賛ダイエット中。そういえば、最近小泉さん、一段と綺麗になった気がする。ああ、なんかツヤツヤしてるよな。最近何か特別なことしてるでしょ。何でもいいから教えなさいよ。やっぱりラーメン。はい、空いているカウンターへどうぞ。しかも立ち食い。こちらのお客さんも同じで。あ、うん、同じで。スープ全体に何かヒラヒラふわふわしたものが大量に浮いて。何これ、こんなラーメン初めて。もう一口だけ。やば、スルスル入ってく。止められない。ってんだけど。それは背脂です。背脂だと。最近はほぼ毎日これ、というか抜け出せない背脂スパイラルに入りました。どういうこと？怖いんだけど。今こんなの食べたらこれまでの努力が一瞬で無に。試しに一口だけなら。やっちゃった。小泉、これ系のラーメン食べられる店って他にある？麺方、濃いめ、油多めで。かしこまりました。はい、油多めね。